皆さんこんにちは、大です。現在私は JR 長野駅善光寺口に来ています。今回この動画はまさかの方法で速達退避、特殊な浅間号に乗ってみたということでお届けしていきます。浅間号、北陸新幹線長野東京間を結ぶ列車で、朝夜の一部列車を除き基本的新幹線内各駅に停まっていきます。そんな浅間号、夕方上り1本だけまさかの方法で速達列車を退避するんですよね。通常新幹線の退避といえば途中駅で5分以上止まる印象はあるんですが、その方法により停車時間短縮しているんですよね。そんな夕方1本限定の特殊な浅間号、実際に乗ってみようと思います。ということで JR 長野駅新幹線切符売り場へやってきました。今回もうすでに乗車券、特急券は持っているんですが、ここ長野から北陸新幹線を東京方面に使う場合のちょっとした豆知識をご紹介します。こちらは北陸新幹線運賃自由席特急券の料金表です。現在いる長野駅っていうのはもう真ん中の赤いところです。ここからね、左側に進むと敦賀方面へ、右側に進むと東京方面へ進んでいくことになります。でこちらの表見方なんですが、上段が乗車券、中段が自由席特急券、下段が合計の金額になっています。今回注目していくのはね、中段の自由席特急料金なんですよね。長野から高崎、大宮、上野、東京方面に向かっていくんですが、高崎、大宮間はね、自由席特急料金同額なんですが、大宮から上野に行った瞬間に890円値上がりとなり、さらに1個先東京まで行くと上野からプラス210円上がるわけです。大宮からのトータル1100円もね、料金が変わるんですよね。大宮東京間には上野東京ラインをはじめ1本で行ける列車が結構な頻度で運転されています。長野から東京方面向かう場合、そんなに急ぎでないんだったらね、大宮で降りて高崎線、宇都宮線、京浜東北線に乗ってね、東京に向かうのもありかもしれません。1100円もね、金額変わりますからね。いや、1100円あればね、ちょっとしたランチ、ディナー行けちゃいますからね。いやー、この差はでかいです。ぜひね、皆さんもね、長野から東京方面に使う際はこの豆知識覚えておくといいかもしれません。それでは JR 長野駅新幹線改札口より入場していこうと思います。今回使う切符がこちら、信州ワンデーパスと区間外の軽井沢から大宮までの乗車券、そして自由席特急券です。それでは入っていきましょう。JR 長野駅の新幹線上りホーム13、14番線やってきました。今回乗車する特殊な浅間号っていうのが14番線2番目の発車、15時25分発浅間622号東京行きです。現在14番線に停車している15時3分発臨時浅間644号を発車した後、15時10分ごろ回送列車として浅間622号入線してきます。15時3分東京へ向け臨時浅間644号が発車していきます。自由席は1号車から5号車です。なお、全車両禁止。
長野駅14番線には15時25分発浅間622号東京行きやってきました。こちら JR 東日本の E7 系新幹線です。側面表示はフルカラー LED になっています。それでは早速浅間622号乗車していきましょう。車内はこんな感じ、2列3列の座席配置になっています。今回使っているのは自由席特急券です。座席の指定は受けていません。自由席車両、空いている席を利用することができるんですよね。適当にこの辺りに座っておきましょうか。自由席ですが、新幹線車両ということで座席はリクライニングシートになっています。かなり倒れますね。また北陸新幹線っていうのは全ての席ベッドレストが手動で動かせるようになっています。 E7 系新幹線っていうのは各座席にコンセントが設置されています。そのためスマホなどをね、充電することも可能になっているんですよね。車内の案内表示もフルカラー LED になっています。スクロール表示の方では停車駅が出ているんですが、上田、桜平、軽井沢、安中春名、高崎、本庄早稲田、熊谷、大宮、上野、東京ということでね、新幹線の各駅に止まっていくわけです。現在乗車している浅間622号は新幹線内各駅に止まっていきます。発車3分前には金沢方面からの芥川566号がやってきたんですが、こちらの列車高崎、大宮、上野、東京の順に止まっていきます。通過する各駅への緩急接続も兼ねて浅間622号は芥川号の後ろを走っていくんですよね。15時22分、一足先に芥川566号が東京へ向けて発車していきます。高崎、大宮、上野、終点東京の順に止まっていく列車です。この長野駅、発車メロディーっていうのが信濃の国になっています。ご当地発メロってやつですね。15時25分、北陸新幹線夕方残り1本しかない特殊な浅間号を発車していきます。これから北陸新幹線の各駅に止まっていくわけです。JR 東日本が絡む新幹線というのは日本語放送で途中停車駅は案内しません。1駅停車駅のみ案内するんですよね。実は英語放送だとね、途中の停車駅すべて言うんですよね。いや、英語放送言うぐらいだったら日本語放送もね流してくれればいいんですけどね。長野発車後しばらく JR 信越本線との並走区間を走行していきます。この区間列車によっては在来線を後ろから追い抜いていく様子楽しめます。通過しているのが篠ノ井線と信濃鉄道の分岐駅篠ノ井駅です。信濃鉄道線っていうのはこの北陸新幹線が1997年に高崎長野間で部分開業した際に並行在来線だった信越本線が第三セクター化した路線となっています。この北陸新幹線開業により有名な在来線がね、ひたすら三セク化されていったりするっていうこともあるわけです。長野発車後の車内の様子です。3分前に自由席のある白鷹号が先に発車したということで、白鷹号が通過する各駅以外は浅間号を利用する人ってほとんどいないんですよね。それもあって車内ガラガラといった感じになっています。現在走行している北陸新幹線は整備新幹線に分類されます。そのため最高速度も260キロに制限されているんですよね。しかも北陸新幹線っていうのは
軽井沢到着前に信濃鉄道線との並走区間走行していきます。列車によってはこの区間で並走の様子、追い抜く様子見られるかもしれません。新幹線と信濃鉄道はほぼ同じ高さで走っているんですよね。長野を出てから30分、やってきたのが軽井沢駅です。北陸新幹線重要な拠点駅の一つですね。こちらの軽井沢駅は長野を出て最初の待避可能駅になっています。臨時列車はこの軽井沢で後続列車を待避したりするわけなんですが、浅間622号、この軽井沢駅では待避はしないみたいですね。15時56分、軽井沢駅を浅間622号発車していきます。さて、軽井沢を発車した浅間622号は北陸新幹線で一番の難所、薄い峠越え区間を走行していきます。薄い峠といえば長野県と群馬県にそびえる峠で、両側の標高が極端に異なっていることで有名です。普通の峠だと両側の標高が同じということで、鉄道を通す場合は長大トンネルを貫通させるだけで OK なんですが、この薄い峠の場合、両側の標高は軽井沢型が944メートル、安中春名型が293メートルとなっており、標高差が651メートルのため、まっすぐの長大トンネルを掘るのは困難です。新幹線車両っていうのは高速運転に対応するため、普通の鉄道車両に比べて急な坂に弱くなっています。北陸新幹線開業前は基本的に新幹線の場合最大15パーミル、特例で20パーミルまでと勾配は定められていたんですが、軽井沢は需要が大きく、北陸新幹線の採算を取るのに重要な場所だったため、通過させることができません。軽井沢へ止めるために薄い峠越え区間は特例である連続30パーミルの急勾配と大きく迂回する形で建設されています。軽井沢発車後の車内の様子です。長野で3分前に発車した白鷹566号っていうのは長野高崎間ノンストップです。北陸新幹線重要な拠点の一つである軽井沢通過だったんですね。そのため軽井沢の利用者っていうのは浅間622号に乗ってきたということで、長野発車時に比べてそこそこ自由席は混んでいます。高崎到着前、長岡新潟方面からの上越新幹線と合流します。まもなく高崎です。上越新幹線、上越線、高崎線、新幹線、両毛線、八甲線、花沢線、上越線によって乗り換えます。降りのお客様はお忘れ物のないようお客ください。さて、列車は間もなく高崎駅に到着しようとしているんですが、ここでですね、上越新幹線トキ326号が隣を通過していきます。なんとね、走りながら速達列車を待避してしまいました。なんてアクロバティックな待避なんでしょうか。やべえな。ということで、長野を出てから50分、やってきたのが北関東最大のターミナル駅、高崎駅です。上越新幹線と北陸新幹線の分岐駅ですね。この北関東最大のターミナル駅高崎では、到着前にトキ326号が追い抜いていったということで、停車時間わずかですぐ発車していくんですよね。なかなかアクロバティックな待避方法でした。やべえな。ちなみにこの待避方法をやるのは夕方上り1本の浅間622号だけなんですよね。16時16分、高崎駅を浅間622号発車していきます。ここから先、浅間622号は上越新幹線を大宮まで走行していくわけです。
クロバティックな待機をした浅間622号なんですが、なぜあのようなことが発生するかっていうと、上越北陸新幹線分岐点から高崎までの区間、下り線新潟金沢方面っていうのは線路を共用しているんですが、上り東京方面っていうのは線路を共用していないんですよね。つまり北陸新幹線を走ってきた浅間622号が上越新幹線の線路を走る土岐326号に横から抜かれるといった感じなんです。しかも土岐326号っていうのは高崎に止まらないということでね、減速なしなので、後ろからあたかも追い抜いていくようなアクロバティック対比を見ることができるわけです。なかなかやばかったですね。さて浅間622号は高崎から上越新幹線に入りました。こちらの上越新幹線、かつては最高速度240キロ、整備新幹線よりも最高速度は遅かったわけなんですが、2023年ダイヤ改正で全ての車両が E7 系に統一されたことで最高速度は275キロに上がったんですよね。北陸新幹線高崎敦賀間っていうのは整備新幹線ということで260キロまでなんですが、上越新幹線に入ると浅間号も270キロ近いスピードで走っていくわけです。大宮到着前、ニューシャトル丸山駅付近で東北新幹線と合流します。東北新幹線合流後、大宮まで新幹線の複々線区間となっています。東北新幹線との並走区間なんですが、基本的にね、大宮から先線路が共用ということで、ここで並走するっていうことはめったにないんですよね。長野を出てから1時間22分やってきたのが大宮駅です。なんとね、この大宮駅では新青森秋田から来たはやぶさ28号、小町28号と同時到着になっています。普段これはありえないんですけどね、東北新幹線本日遅れてるということもあってね、普段見られない光景がここでは見られたわけです。浅間622号は東京行きです。ただ今回私はここ大宮で下車します。いやそれにしてもね、定期列車同士がね、この大宮駅で並ぶっていうのは普段なかなか見られない光景、珍しいですよね。まさかの方法で速達退避、特殊な浅間号に乗ってみた動画いかがだったでしょうか。夕方上り1本、高崎駅の線路の構造と上越新幹線北陸新幹線ダイヤの都合により、浅間622号が特急326号に走りながら抜かれるわけです。平日と休日問わず、夕方浅間622号では必ず特急326号に高崎到着前に抜かれますので、もし興味がある方、浅間622号を乗ってみてはいかがでしょうか。ちなみに追い抜いていた特急326号は長岡大宮間ノンストップというなかなかの乗りづらい列車になっています。ではこの動画はこれおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。